Hi everyone, I'm here with Marie Kondo. She's helping me declutter my closet. This is a new apartment and I am a hot mess. This is just a small sampling, people. I cleaned before Marie got here because it was just too embarrassing. What is your philosophy about decluttering documents? Discard everything. Everything? ただこれ驚いて全部本当にゼロにするというよりは、また紙を片付ける時のポイントは、全捨て前提だとしたら何を残したいかっていう前提で本当に大事なものを選ぶことっていうのが大事なんです。でなぜなら紙って本当に薄いので、ついついこれくらいならいいかっていうふうにしてたまりがちだからなんです。 Consider you're throwing away everything and then bring back the stuff you want to keep. For example, I have a real problem with New Yorker magazines. Help.これは1個、1つの文を作ってしまうのがポイントで、ペンディングボックスですね。で、このボックスというのは必ず家中1箇所っていうのがすごく大事で、で自分がやるべきことをそこにパンパン、そこに全部入れるようにしてしまって、でここからはみ出たらもうアウトっていうふうにしちゃえばいいんです。 Now for clothes, right?でときめくものを選ぶときっていうのは、必ず一つ一つ自分の体、自分で手で触ってみるっていうことがすごく大事で、触ってみたときに自分の体がこうキュンってする感じがするか、ズンっていう感じがするかっていうのを両方感じてみてほしいんです。I like this dress because it makes me feel thin when I've eaten too much. もうそれはもうときめくものとして堂々と取っておきましょう。Okay, all right. This is a very nice dress. But I can't say it gives me joy. これを次にこう着たいイメージとかも特に浮かんでこないですか？はい、自分の中でときめかないなっていう風になった時のポイントとしては、手放す前に一つ一つ Thank you. 本当に処分するだけではなくて、そしたら、これはじゃあ誰かにプレゼントするっていうのはもう Okay, we'll put this in the gifting pile. Because clearly I have too manyblack dresses. で、畳む時のポイントとしては、畳む時に自分の手のひらを使って愛情を伝えるっていうことがすごく大事なんです。 Thank you for keeping me warm. Oh, thank you for keeping me warm. Thank you. そして両袖側を畳んでいきます。で、こんな風にして袖を最終的に下に下ろしていきます。で、半分に畳んで、で、さらに半分に畳む。 I love folding. Why?それは私が洋服を畳むことっていうのは、自分の洋服と対話をすることだっていうふうに考えてるからです。自分の着ている洋服に対して感謝を伝える大事な機会だと思っているので、そういうことをたくさんすることで、例えば洋服がちょっとほつれていたりとか汚れがあったりすると気づきやすくなってくるし、そういうことでより洋服をきれいにキープできることができるんです。 But it also makes you appreciate what you have. If you appreciate it, you'll wear it. And if you don't appreciate it, you pitch it.おっしゃる通りです。そういうのがすぐ自分の中で分かるようになってくるんです。なのでこれも基本的には、例えば本当にやるときは全部こうまずリセットして出して一つ一つ触るっていうことがポイントなんですが、実際に触ったときに、あ、もうこれは自分のようなものがあると思うんですけど、そういったものを試してみましょうか。 Yeah, I have a lot of gold hoops. こう触って今こうつけてみたいって思えるようなもの、例えばこれが今お店にあったとしても、ぜひ買いたいって思えるくらいなものかどうかっていうのも観点で考えてみてもいいですね。 These are little diamond but not realAnd clearly they've all fallen out. これは前につけたのはいつ頃ですか？ 2003. 次にいつ頃つけるっていうイメージありますか？ The 12th of never. So maybe it's time to say arigato. ありがとうございました。 Nice knowing your earrings. It's been real. So there you go. Look at all those earrings I just got rid of. そうなんです。実はこうやってジュエリーだとかずっとここにあったものも実際にやってみると、Thank you so much, Marie, for getting me started. I want to have you back to my closet when I've done the KonMarie technique, and you're going to be amazed. Thank you. Arigato. ありがとうございます。 Thank you. Thank you.